そう、そうなんですよ。引っ込み気じゃないから、ね、そうなんです。多分先週それでFM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。11月13日月曜日、時刻は17時を回りました、FM ギノワンより綺麗な海を眺めながらサザンブリーズお届けいたします。お相手は私、東克明とシンガーソングライターの牧加奈子です。はい、よろしくお願いします。どうですか、先週が、はい、加奈子さんは初めてこのラジオを、ね、一応まあレギュラーとして出演しましたけども、はい、どうでしたか。先週放送終わって外に出たら、はい、かのこさんのお母さんも聞きに来られてて、はい、お母さんはなんか感想とか言ってくれた。あ、お母さんは、うん、外の方でずっとおしゃべりしてて、うん、あんまり聞いてなかったっていうこと。聞いてなかったの。私が歌ってる時だけ、うん、みんな静かにしてたよって言って、それ以外私喋ってたって言って聞いてなかったみたいです。お話聞いてなかったの。はい、そうみたいです。やっぱり親子ですね。ね、ちょっとさすがにびっくりしました、ね、びっくりしたね。はい、ちょっと見守ってくれてるのかなと思ってたんですけど、ね、わざわざスタジオ来られたのに。はい。でもそんなお母さんもね、今日はちょっとギャラリーの方に見に来てくれてるはいるんですか。今日もですか。はい。今日はちゃんと娘さんのお話聞いていただいてるんでしょうか。聞いていただいてるんでしょうか。果たしてどうなんでしょうかね。うん、でどうでした、初めてやってみての感想とかどうでしたか。あ、私ラジオ、うん、とっても緊張するのかなと思ったんですけど、うん、東さんをメインパーソナリティとして私、はいはい、アシスタント務めさせていただくことになったんですけど、そうですね、私稽古中東さんがとっても怖かったんですけど。ほら。全然怖がってませんってずっと言ってたじゃないか。あんた、ちょっとでもとても、はい、安心してできてるので、はい、よかったです。よかった。でも楽しかったので、うん、東さんと、あ、でもお母さんは一言言ってたのは、うん、東さんだったからよかったねって言ってました。東さん話しやすい人でしょって言われて。え、そんなことないよって。あ、言ってない。東さん怖いよって言ってたの。言ってないです。言ってない。言ってないです。今のがもうちょっともうすでに脅迫みたいになってるけど俺。誘導尋問みたいな。怖い。はい、まあまあね、はい、せっかくこうやってやるようになったので、また楽しくね、はい、はい、していきたいなと思うんですけども、はい、はい、それではですね、こちらサザンブリーズはですね、1週間投資のメッセージテーマで行っております。はい、はい、今週投資のメッセージテーマが、はい、ラジオにまつわるエトセトラでございます。はい、ラジオに関することっていう、まあ、例えば、うん、初めて、うん、ラジオを聞いた時みたいなね、やっぱラジオって、はい、なかなかね、やっぱり今の今後時代もそうですけども、はい、まあ、なかなか耳にするタイミングって、ね、あんまりないじゃないですか。そうですね、ね、自分からこうチャンネル合わせて聞くとかっていうのも、なぜそれをじゃあ聞きたいと思ったのかとか、はい、どういう状況で皆さんラジオを聞いてるのかなとか、うん、
ていうのをなんかあの教えてもらえたら嬉しいなと、またそのラジオに関するちょっとエピソードとかね、何かあれば、伺いたいなというふうに思っております。はい、はい、本日のメッセージテーマ、トークテーマは、はい、ラジオにまつわるエトセトラです。はい、さあ今日もですね、皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。お聞きの放送は 79.7MHz FM ギノワンです。 FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネットで配信もしています。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。はい、たくさんツイートしてくださいね。はい、お願いします。またサイマル放送もやっています、うん、スマホの場合はリスンラジオ、リスラジで聞いてください。はい、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。はい、リスラジでは完全に同じ放送をお楽しみいただけます。はい、それではですね、今日のテーマ、ラジオにまつわるエトセトラということで、皆さんからのラジオに関するメッセージお待ちしておりますので、皆さんどうぞ、たくさんの方でたくさんメッセージ、お送りください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、この後5時56分頃までお送りいたしますので、皆さん一緒にお付き合いくださいませ。くださいませ。はい、それではですね、今日の1曲目いきたいと思います。はい、ジュリー&マリーでラジオ。曲どうしますか？ちょっと待ってくださいね。いいよ、今のうち考えといて。こんばんは。今日は外出先のためゆっくり視聴コメントできません。あ、すみません。でもありがとうございます。あざあざコメントいただきまして、後で聞いてくださいね、たっぷりと。さあ、月曜日はね、かのこさんが、アシスタントで、かのこさんの歌が聴けるコーナーもありますよ。皆さんあるんだけど、今日やろうと思ってた曲でさっき重大なことがね発覚してしまって、カポを忘れるっていう。さあどうなるのか、曲がお送りできるのかどうか。
サザンブリーズをお送りしております。はい、はい、早速ツイキャスいただいております。シュプリームさん、こんばんは。こんばんは。はい、今日は外出先のためゆっくり視聴&コメントができませんが、ゆたしくです。あららら。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、外出先でも聞いてくれてるわけですよ。いや、もうありがたいことですよ、もう。だから、外出先でラジオを聞くって、そんなにあんまりないですよね。これなかなかないよね。そうですよね。だからなんかやっぱり沖縄の、うん、感覚で言うと、まあ、車運転してる時とかはやっぱり皆さんラジオ聞かれたりとか、そうですね、っていうのはやっぱたくさんあるかなと思うんですけども、うん、まあ、シュプリームさん内地の、ね、方だから、うん、はい、やっぱでもそれでもラジオを聞く習慣っていうのがあって、うんうん、ね、聞かれてるっていうことですよね。うん、さあ今日のメッセージテーマは、はい、ラジオにまつわるエトセトラでございます。はい、はい、かのこさんは、はい、ラジオ聞きますか？うん、私は聞かないです。ですよね、はい、でしょうね音楽ばっか聞いてます。あ、音楽は聞く。はい、でもなんかそのラジオ、じゃあ自分でわざわざこのラジオを、うん、そのなんか聞いてみようと思って、はい、チャンネル合わせたりとかしたことってない感じですか？ないです。あ、そうなんだ。本当になくて。ラジオってじゃあどういうイメージなんですか？逆にイメージは、うん、なんだろうな、なんか私本当にラジオ聞かないんですけど、うんうん、兄が車に一緒に乗ったりすると、うん、私絶対音楽かけるんですけど、それを消されてラジオに変えられるんです。へーあ、そう。はい、で、なんでラジオ聞くのって聞いたんですよ。うんうんうん、そしたら頭がなんか働くみたいな言って、音楽を聴いてたら、うん、右から左に流れていって何も考えないでずっと運転しちゃうから、なるほど、ラジオを聴いてたらなんか人と会話してるってわけじゃないけど、うんうん、なんか話が入ってくるから楽しめたり、いろんな話も聞けたりするしっていう感じで聞いてるみたいなんですけど。へー、なるほどと思って私も聞いてみようかなってその時思ったんですけど、うん、結構私車移動多いので、はー、でもやっぱり音楽聴いちゃいますねあ、でもすごいね、お兄さんそうやって。そうですね、絶対お兄ちゃんラジオ大好きですね。ラジオ大好きなのかわかんないんですけど絶対ラジオ聞いてる。え、じゃあ、はい、それはお兄ちゃん、かの子が出てるこのラジオは聞いてるんですかね？私まだお兄ちゃんに言ってなくて。それは言った方、言っていいんじゃないの？一緒に住んでないので。あ、そうなんだ。まだ、はい、LINE でも報告できてなくて全然会ってないのでまだ、うん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 、今これから報告しようっていう感じです。それは報告した方がいいよ。はい。自分が好きなラジオに可愛い妹が出てるんだから。聞いてくれますかね。それは聞くでしょう。そう、いいね。うん、東さんはなんかラジオに対してなんかあるんですか、うん、印象とか。印象ですか。はい、ラジオは、はい、ね、僕本当にずっと聞いてて、まず、はい、今ね。はい。僕夜になるとね、うん、なんていうんかな夜になるとっていうか、僕もそもそも、はい、怖がりなんですよ。そうなんですか？めちゃくちゃ。あ、みんなに言いたい、早く。何それ、意外すぎて。そう、はい、とにかく怖がりで、ギャップですね。はい、要は夜とか寝るときに、はい、うん、無音になるのが嫌なんですよ。はい、あ、そうなんですか？寝てるときに、はい、なんかちょっとなんか耳鳴りしてきたりとか、なんかそのなんか何も聞こえてないのが嫌なんですよ、はい、怖くて。あ、なので寝るときに必ず僕は、はい、ラジオをつけて寝てるんです。そうなんですか？そう、人が喋ってる声を聞きながら寝てるそうなんそうそう、で 朝起きてもだから誰かが喋ってるっていうそうなんですか、うん、それってちゃんと睡眠できてますか？いや、できてるよ。結構できてるよ。私、無音じゃないと逆に寝れないです。嘘。はい。ああ、そうか。まあね、いるだろうね。なんか、音楽、最初は聞くんですけど、うん、2、3曲でループじゃない、うんうん、2、3曲で終わるように設定して寝てます。あ、なるほど。ちゃんと自分が寝れるタイミングで。そうなんです。はあ、いいね。そうだか。俺は絶対かけてラジオ聞きながら寝てて。ああ、本当ですか。そうで、でもね、そんな聞きながら寝ててもやっぱり怖い夢って見るでしょ。見ますね。見るでしょ、はい、でそしたら夢の中で、はい、稲川淳二さんがね、はい、階段を喋られる、はいはい、怖い話する稲川淳二さんが、はい、稲川淳二さん
出てきて階段をする夢を見てるんですよ僕。え、夢ですか？夢の中で稲川淳さんが階段してるんですよ、はいはい、もう怖くて寝ながら、はい、怖いって。夢の中に出てきたんですか？そう、夢の中に出てきて、目の前にもう座ってるのよ。いや、それは怖いですね。喋ってくれてんのよ、はい、でも怖いと思ってパッて目開けて、はい、開けたら、はい、その夜中のラジオで稲川淳さんが喋ってたのよ、はい、なるほど。実際に喋ってたと。稲川淳さんが怖い話してて、よりびっくりして、はい、それはすぐラジオのチャンネル変えて、無理怖いって思って、夜中一人で怖いから聞いてるのに。そうもう怖かったわ。そんなことがあったんですね。そうなんですよ。でもそれぐらいちょっと僕はちょっとラジオに対するね、ちょっと思いとか今たくさんいろいろあるので、またまたお時間あるときにお話できたらなと。そうですね。いうふうに思っております。はい、さあ本日のメッセージテーマは、はい、ラジオにまつわるエトセトラです。はい皆さん、じゃんメッセージの方をお願いいたします。さあそれではここでもう一曲いきたいと思います。はい、それではこちら、リトルグリーモンスターでホップステップジャンプ。クリームさん、後で話しますわ、それ。そうなんだ。そうなんだ。聞いてくれてるんだ。嬉しい。嬉しいですね。ほとんどリスナーがいないと思いながら俺は喋って。絶対聞いてますよ。視聴率とかって見れるんですか？天気予報今どこしてるんですか？今構成した。これがこっちの方式で、これを打って、こういう感じなんですね。ちょっと携帯と違いますね。これここを押したら、まあ、こう工事があるから、沖縄来たから、これだと沖縄来たから、金の間両方こう工事があるので渋滞してますみたいな。で、これ戻して、はい、夕方の天気ってどこになってます？これかな。今夜13日ってどこですか？うん、そう、今夜13日ね。南東の風、曇り、ところにより雨とか言ったらいいですか？あ、いいよ、それ。波は 1.5 メートルです。いいよ。明日の天気の14日のところも全部読んでるんですか？うん、いいよ。南東の風。あとで、降水確率、はい、この後降水確率、これってどうやって読むんですか？午前中の降水確率は 60%、 お昼からは 20% から 30% です。あ、そうなんですか。で、朝の最低気温は20度、日中の最高気温は2時頃です。でしょう。20度でしょう。以上、元チューブの天気でした。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道、続いて行きます。沖縄自動車道です。これ高速クリックしないといけないんです。
どうしようかな。俺のコーナーちょっと飛ばそうかな。飛ばしてどうするの？飛ばして CM 行って、はい、ジングルでまたあのツイキャス紹介します。私のコーナーも飛ばします。うん、やるやる。 俺だけやります。うん、私のコーナーは最後レンジしてる。うん、ね、あずまさん、私お天気言うので道路交通、いや、言ってみよう。俺も見ながらやるけど、私どこ一回やってみよう。これあの開くじゃないですか。うん、この画面にいたらどうやって、あ、さっき東さんどこ押してました。あの日本道路交通情報センタークリックするじゃないですか。うん、どこを見たら高速道路の状況が、沖縄、沖縄のところ、高速と沖縄って書いてるし、高速沖縄ですか、こっちか。あー、なるほど、分かった、分かりました、ありがとうございます。CM 明けのツイキャスの、はい、トークで、ツイキャスト、その後に、曲、あの BiSH のオーケストラあったから、はい、それを曲紹介お願いします。はい、これってどうなって上行くんですかね。始まるよ。サザンブリーズお送りしております。今日の今週のメッセージテーマは、はい、ラジオにまつわるエトセトラ、はい、ラジオに関することを、まあ、自分が、ラジオに思っている感想とか、ラジオ普段こんなのラジオ聞いてますよ、こういう状況で聞いてますよとか、はい、っていうね、教えていただきたいなというふうに思っております。はい、はい、それでは、こちら早速いただいております。うん、はい、シュプリームさん、はい、ラジオにまつわるエトセトラということで、はい、はい、こちら沖縄の某フリーパーソナリティさんの番組が好きで、それがきっかけでちょこちょこ、沖縄旅行に行ったり、そして今春から、はい、FM ギノワのヘビーリスナーになりました。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。そして某名護局のアズマックスが出演している番組もこそっと聞いたりしています。いや、シュプリームさん、そのね、局の番組こそっと聞かれるとね、恥ずかしい。恥ずかしい。ね、結構もう僕の本音トークが炸裂してる。そうなんですか。ものなのですね。まあまあ、でもまあこれからもぜひぜひ聞いてください。FM ギノワンとともにお聞きくださいませ。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そんなシュプリームさんは自分もアズマックスと同じく無音では寝られず、ラジオを聞きながら寝るって。ほら。そうなんですね。やっぱ結構いるんですかね、じゃあ。いや、いると思うよ。私絶対夢見るんですよ。うん、なんかあの夢を見る人はあんまり寝れてない、眠りが浅いっていうことで。おー、なるほどなるほど。あの Google で調べたんですけど、うん、やっぱり無音の方がやっぱりちゃんと寝れるらしくて。あー、そうなんだ。はい、なんかあの枕とか、うん、なんかちゃんと自分に合ってるものじゃないと、うん、ちゃんと
ちゃんとした眠りにつけないらしいですよ。なるほどね。あ、かのこさんの場合ちょっと寝すぎなんじゃないですか。え、寝すぎてない。そんなことないの。そんなに寝てないです。そんなに寝てない、はい、あ、そう。はい、ほら、シュプリームさんも可愛い声に癒されるって言ってくれてるよ。あら、嬉しいですね。あ、そんな可愛い歌声が今日聞けるのか。聞けるのか。どうなんでしょう。はい、そしてメールの方もいただいております。ありがとうございま す,、はい、います。ラジオネーム、シーロマンさん。シーロマンさん、はい、今回ラジオにまつわるエットセトラ難しいお題ですねって、うん、はい、牧加納子さんがアシスタントになったということで聞き始めた FM 技能案なんですが、自分もラジオに出演したことがありまして、パーソナリティの方やアシスタントの方、うん、あんなによく噛まずにペラペラ喋れるなと思いますねって。おお、本当にすごい。ラジオニュースとかたまに噛んだとき聞いてるこっちも、あ、噛んだって思っちゃいます。ですよね。はい、牧加納子さんには一度思いっきり噛んでいただきたいですねって。今日はちょっと噛むかもしれませんよ。噛むかな。さっきちょこっと噛んじゃったんですけどね。そうですね。もうすでに噛んでましたもんね。すでに噛んじゃいました。はい。いや、エトセトラってこれで合ってると、いや、全然合ってますよね。なんかラジオのちゃんと聞くようになったきっかけとかっていうことですから、ね、ありがたいですね。まあ普段ラジオ聞いていただいてるっていうことですもんね。FM ギノワン。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。さあ、そしてそういう感じですかね。じゃあですね。はい、ここで一曲。行ってみたいなと、はい、はい、思います。かのこさんからのリクエストです。それでは曲紹介どうぞ。ビッシュでオーケストラです。そのマイク拾うから。嬉しいメッセージが届いてますね。次がジングルからの、FM ギノワンニュースいきます。はい、まあ、それも俺が読みます。それ読んだら CM あって、はい、ナチュミンさんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。嬉しいですね。いやこれ本当に嬉しいですよ。
嬉しいと、まあ、嬉しいな、うまさにね。ケンジさん、ギターリミール三振ですか？ね、6弦あるから6芯かな。三振ならぬ6芯をしております。今練習中です。FM 技能は毎日面白い番組を24時間放送中。このコーナーでは FM 技能のおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントなどをご紹介します。はい、まずこちら新番組情報です。メグのグッドタイムミュージック、火曜午後3時からの新番組。 DJ メグのマニアック音楽番組、メジャーインディーズ問わず邦楽ロックを中心にお届け。今週のランキングチャートやライブ&フェス情報、コアなアーティスト情報を発信していく番組です。皆さんお聞きください。はい、さあそしてこちら、リスナープレゼントのお知らせです。はい、食欲の秋ですねということで、うん、FM ギノワンのお菓子番組、シノワンのお菓子時間、金曜2時放送しております。こちらの番組より、首里の小さなジャム屋さん、お菓子工房、シノワンのジャムのお試しセットを1名様にプレゼント。おー、こちらのジャムの中身はブルーベリーとキイチゴとなっております。こちらただし FM ギノワンに取りに来られる方に限らせていただきます。メールでご応募ください。宛先は797@fmginowan.com797@fmginowan.com です。先着順です。連絡先、メールアドレスを添えてメールをください。先着1名様には返信をいたしますので、皆様ご応募お待ちしております。お待ちしてます。さあそして FM ギノワン忘年会です。こちら忘年会の申し込みは電話かファック
電話かファックスかで窓口で受け付けています。はい、こちら FM ギノワン年忘れ忘年会ということで、この1年たくさんの方々に支えられ2017年10月で FM ギノワンは2周年を迎えることができました。皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。そんな皆さんと FM ギノワン年忘れ特大号と題してガレージバー JJ にて忘年会を開催したいと思います。パーソナリティの皆さんはもちろん、リスナーの皆さんも大歓迎。日時は12月9日土曜日、19時受付、19時半から定刻開始。12月9日土曜日、19時の受付で19時30分から開始となっております。場所は FM ギノワンより徒歩2分のガレージバー JJ です。参加費はお一人2000円となっております。はい、こちらの参加締め切りが12月1日となっております。こちら参加希望の方は FM ギノワンへメール、お電話でご連絡いただくか、 FM ギノワンの Facebook ページよりイベントの参加ボタンをクリックしてください。皆さん参加して一緒に盛り上がって年忘れいたしましょう。イエーイ。以上 FM ギノワンニュースでございました。それでは CM でーす。テーマトークしてコーナーね。はい。シュプリームさんも若い頃はエレキをやってたそうです、うん、少しかじってたようですね。サザンブリーズお送りしております。今日のメッセージテーマはラジオにまつわるエトセトラでございます。はい、はい、皆さんツイキャスありがとうございます。さあ、それではこちらをご紹介していきたいと思います。はい、まずは、こちらナチュミンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ナチュミンさん、今年に入り友人身内の不幸が続いて精神的に落ち込んでいた、そんな時 FM ギノワンのキャス放送に出会い、塞いでいた気持ちを上向きにしてくれた、そんな FM ギノワンが大好きですと。ありがとうございます。そんな風に言ってくれるナチュミンさんが大好きですね、大好きですね、それは嬉しいですよ。嬉しいです ね、やっぱりでもこういう、まあ、あのラジオって、まあ、自分からかけるのもそうだけど、うん、あの自然とね聞こえてくるものでもあるとは思うんだよ、うん、だから、はい、
なんていうかな、耳に、ね、残るような、はい、ね、やっぱり僕たちもなんかお話もしたいし、まあ、そういう、なんていうかな、まあ、元気が出るような、ね、はい、音楽とかもね、はい、お届けしていきたいなと、そうですね、はい、思いますので、まあ、僕たちはそんななんかね、難しいことをね、言えるタイプじゃないじゃないですか。そうですね、かのこさんなんて特に、はいでもね、そんな僕たちはこう、まあ、楽しんでね、楽しくまあなんかお届けできたらね、いいんじゃないかなというふうに思っておりますので、なちみんさん、これからも聞いてくださいね。聞いてください。ありがとうございます。はい、そしてケンジさん、はい、こんばんは。埼玉からツイキャスで見てますって、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ギターに見える三振ですか三振ではまあ弦が6つだから6振ですか。6振ですよね。6振ですかさあ弾いてくれるんでしょうかはい、はい、あ、なちみんさんもギター弾ける人尊敬するわってあ、ね、本当に俺もそう思います。あ、本当ですか。はい、過去に挑戦するも指が届かず、おまけに釣る始末断念しましたと。わかる、釣ります。私も最初釣りました。釣った。釣りました。誰もが通る道ですよね、多分俺もギター最初めっちゃ痛いですよ。僕もね、やっぱりね、ギターはね、やっぱ男子もね、はい、まあ、やりたいとやっぱ一度はね思うわけですよ。で、僕も挑戦しましたよ。はい、僕ね、いかんせんね、ちょっと指が短くてあ、そうなんですか。そう、意外とね、手がちっちゃいんですよでなんか全然ね、うまいこと綺麗に押さえないけど、やっぱり断念しちゃいましたね、僕も。あ、でもなんかギターって弾いてるとどんどん指が、手が大きくなっていくみたいですよ。あ、そうなの。はい、指が開いていくみたいです。はあ、ピアノも同じ原理で。あ、そうなんだ。手が小さい人でも全然弾けるんですよ。へぇー、はぁ、い、ちょっとじゃあギター今からか、どうしようかなどうしようかな。はい、でシュプリームさんもアコギの音色って優しくていいよねって。うん、いいですよ ね、はい、ね、若い頃は、うん、エレキを少しかじっててヘビーメタばかり聴いてたけど、うん、アコギ弾ける人って尊敬しちゃうって。おー、もう今尊敬のコメントだらけですよ、かのこさんでも私もね、まだまだなので、うん、上には上がいるので。いや、まあまあまあ、もちろんそうだけどもでも嬉しいです。ありがとうございます。いいですよね。はい、皆さんありがとうございます。コメントたくさんいただきまして、はい、まだまだコメントお待ちしております。はい、はい、本日のメッセージテーマはラジオにまつわるエトセトラです。ラジオに関する、何かですね、思い出とかエピソードあれば教えてください。何でも結構です、はい、私たちへの質問でも何でも結構ですので、うん、よろしくお願いいたします。はい、それでは続いてのコーナー行きましょう。どうぞ。奏でるかのこ。はい、さあ来ました。かのこさんのコーナー、奏でるかのこですね。はい、今日はちゃんとタイトル言えたねはい、これはどんなコーナーですか。はい、シンガーソングライターの私が、歌を一曲ギターで弾き語りするというコーナーとなっております。はい、そうですね、はい、いろんな曲のカバーであったりとか、まあ、かのこさん、オリジナル曲とかもね、そうですね、あるんですよね。あります。あ、はい、そんなんとかもね、はい、なんかね、披露していただきたいなと思っておるんですけども、はい、まあ、今日もね、披露してもらおうというふうに思って、はい、たんですけども、はい、かのこさんもね、はい、ギターを用意して、はい、よし弾くぞと、はい、持ってきたらスタジオ入って、はい、ギターの準備をしたら、はい、衝撃的な一言がまさか今から今日弾きたい曲の必要なカポを忘れるという、まあ、カポってギターの、まあ、道具ですよね、はい、弦を押さえてちょっと音を変えたりする、はい、忘れてしまうというどうしますか。とんでもない失態ですよ、これは。東さん、いやいや、東さんって俺に言われてもどうしますどうしますって、どうしますか。土下座もんですよ、もうこれはもうギター片手に、はい、遠い地域から。遠い地域からってFM ギノワ、そう遠くないでしょ俺より遠くないわどうしますか。でもなんかでもそれ今カポなしの曲で何かいけるのがあるんですか。いやいや、弾きますよ、弾かせていただきますよ。これはもう行きますか。はい、行っちゃいます。行くの。行きます。じゃあ行きますか
ちょっと即興みたいな感じになっちゃうんですけど、即興すげえ即興ってまではいかないんですけど、あの、はい、今もう、はい、頑張ります。大丈夫、大丈夫、予防線張っとかなくて大丈夫。大丈夫です。大丈夫、あ、大丈夫、これ生放送でしたっけ、これ。生ですよ。大丈夫ですか。生ですよ。ほら、ケンジさんが今アドバイスくれてますよ、はい、あ、ボールペンと輪ゴムで加工代わりとかどうでしょうとか。ちょっとね、ナチュミンさん、ね、東さんが抑えるしかって、それは無理だわ。なんか変な二人羽織みたいな感じになっちゃって、それは難しいと思う。でもなしで弾くと。はい、でも最近私、あのカラオケ行った時に、うん、あのカポ忘れちゃってやばい、もう練習できないと思ったんですけど、うん、割り箸とゴムでどうにかなり、うん、やった、それはやった。まあじゃあ、でも今日はとりあえずなしのやつをやると。はい、頑張ります。大丈夫なんですね。はい、じゃあ行ってみましょうか、はい、それではかのこさん、お願いします。オリジナル曲であなたという曲です。聴いてください。いつしか慣れてきた帰り道、少しだけ歩幅合わせてみる。見上げた夜空、ひどくたくさんの星たちで溢れて、あなたと私で二人で手をつないで帰るんだ。ですか。もう手汗が半端ないです。めっちゃ手震えました。もうやばい。そう、緊張した。緊張しました。また今日も緊張した。いや、すごい、よかった。本当緊張しました。いいですね。ちょっとね、感想をたくさん言いたいんですけども、まずまあちょっとツイキャスがね、いただいてるんで、はい、ちょっとね、いくつか拾っていきたいなと思いますけども、はい、共同作業できたのにってナチュミンさん、いや、それは無理ですよ。ね、あのケンジさんもせっかくタイトル言えたのにカップを忘れ、もしかしたら寝たってなら腕あるなって言ってますよ。それはすごかったね。で、なちみんさんもあすごいいい表情でいただいてて、いいですね。いい表情だ。いたね、ありがとうございます。いいね、オリジナル曲、オリジナル曲、素晴らしい。もう顔が真っ赤っかですね。もう熱い熱い。じゃあその真っ赤のまま初めての挑戦いきましょうか。初めての挑戦ですか。天気と交通情報、はい、今日からですね、かのこさんにお願いしたいと思います。はい、さあ、それでは
この時間は沖縄本島中部のお天気、宜野湾市と周辺地域の道路交通情報をお伝えいたします。加納子さん、天気からお願いします。はい、今日夕方のお天気を皆さんにお伝えしたいと思います。はい、南東の風、曇りところにより雨、波は 1.5 メートルですね、うん、はい、降水確率は、午前中は、はい、午後は 30% となっております。はい、はい、明日のお天気は、南東の風、あと北東の風、やや強く曇り、明け方から朝は雨となっております。はい、はい、波は 1.5 メートル、あと2メートルとなっております。降水確率は午前中は 60% ですね。はい、はい、午後は20% から 30% となっております。うん、はい、気温予報は、朝の最低気温は20度、はい、日中の最高気温は25度となっております。はい、明日が午前中がちょっとね、雨の感じになるかもしれませんけども、そうですね、はい、うん、まあ、ちょっとまた気温も下がって涼しい感じになるかなというところですかね。はい、はい、続いて道路交通情報です。お願いします。はい、まずは沖縄自動車道ですね。はい、あさとから、山川方面が、両方向渋滞しております。あさとから山、はい、はい、自動車道、一般道ですか。そうですね、一般道となっております。一般道ですね、はい、古島から義母行きが混んでおりますね、はい、渋滞してますね。はい、はい、それからそれから大蛇名と前原の間ですね、これがもう両方向で渋滞ということですよね。そして、大蛇名から、城間、グスクマか、グスクマ向けも渋滞となっております。はい、はい、あとガジャコから上原のあたり、もですね、渋滞ですので、うん、お気をつけくださいませ。はい、はい、それでは高速道路をお願いします。はい、高速道路をお伝えしたいと思います。うん、はい、沖縄県那覇ですね。はい、沖縄北から石川方面が、渋滞しております。はい、こちら工事ですね、工事で規制中となっております。はい、はい、はい、そんな感じですね。はい、そうですね、はい、うん、順調に進んでいく感じですね。うん、はい、初めてのいいんじゃないですか。初めてお天気と交通情報再び手汗が良かったんじゃないですか。はい、はい、ありがとうございます。以上、お天気と道路交通情報でした。はい、さあ、それではですね、ここでイベントのお知らせをしたいと思います。はい、はい、こちら宜野湾教育の日のお知らせです。宜野湾市教育委員会では、市民の教育に対する関心と理解を深めていただき、地域全体で本市教育の充実と発展を図るため、平成27年に11月1日を宜野湾教育の日、11月を宜野湾教育月間と定め、教育の日の趣旨にふさわしい様々な取り組みを推進しております。はい、今年度も11月18日土曜日午前10時より宜野湾市民会館2階、中央公民館集会場にて、宜野湾教育の日表彰式及び講演会を開催いたします。はい、表彰式では宜野湾市の学校教育、社会教育及び学術文化その他の教育の振興発展に貢献し、他の模範として推奨に値する業績、もしくは善行があったと認められる個人または団体に対し、感謝の意を込めて感謝状贈呈の表彰式を執り行います。また講演会では、10歳の時に父と共にホームレスとして暮らしたいという自伝本、10歳の放浪記を出版し話題となった児童文学作家の上条早苗氏をお招きし、教育に必要なものは少しの貧乏と豊かな愛、10歳の放浪記を経験した私としてを演題とした講演を行います。入場無料となっておりますので、ご家族ご友人お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。はい、詳しくは宜野湾市ホームページ、または宜野湾市教育委員会総務課へお問い合わせください。こちらは電話番号が892-8280、 892-8280 となっております。以上、宜野湾教育の日のお知らせでした。はい、さあ、というわけでございまして、サザンブリーズをお送りしておりましたけども、そろそろお別れのお時間となっております。はい、はい、さあ、それではツイキャスいただいてるのは、はい、
はい、ケンジさん。お、堂々と大きな声で読む、上手ーって。上手ー。いいね。木曜の人に見習ってほしいって。例のあの方です。あの方ですね。合わせてほしいということですけども、はい、はい、明日もですね、サザンブリーズもちろん放送いたします。今週通しで明日もメッセージテーマはラジオにまつわるエトセトラとなっております。ラジオに関すること何でも結構です。メッセージ、リクエストをお待ちしております。明日は、アシスタント OBP 沖縄美少女プロジェクトの棚原優子さんがお越しになりますので、皆さんどうぞお聞きくださいませ。はい、それでは11月13日サザンブリーズはこれまでです。この後も FM ギノンお楽しみくださいませ。はい、ここまではお相手は私東克明とシンガーソングライターの牧かの子でした。はい、それでは皆さんまた明日、さようなら。さようなら。私に出て始める。